どうも、熊八です。ワードプレステーマシリーズ73回目はですね、フードマガジンっていうね、こう、オンラインマガジンとか、ウェブマガジンみたいな、こう、サイトにね、最適なテーマをちょっとやってみたいかなと思います。で、これね、結構海外テーマなんですけども、ちょっとこちらの方を見るとね、いろんな、こう、インタラクティブなマガジンサイトのためのワードプレステーマですっていう風にこう書かれているので、ちょっと入れてみてね、期待してみたいかなっていうところもあってですね、今回はこれを、ちょっとやってみたいかなと思います。で、例によってですね、専用のワードプレスを、用意させていただいております。なので、これはですね、比較的最近も更新されてるんでね、検索から出るとは思うんですけども、何分ちょっとぶっつけ本番なもので、これで入れて、どうかなっていうところですね。はい。入れたらね、こんな感じで、こう出てきましたね。で、大体ね、この横並びに出てくるやつっていうのはね、同じ作者のテーマが多いんですよね。まあ他にもね、似たようなテーマがあったりすると思うんですけども、今回はこれを、インストールしてみましょう。まあこのぶっつけ本番のいいところはね、いろんな、やっぱり必須プラグインとかそういうものもね、すべて、見れるっていうことですよね。何を入れなきゃいけないとかね。で、これも、必須プラグインがあるようです。Begin Installing Plugin っていうことでですね。これはコンタクトホーム7みたいなんですけどもね。コンタクトホーム7はね、フォームを作る際に、お約束みたいになってるプラグインになってますので、まあ入れといても、まあ、損はないと言いますかね。邪魔にはならないと思います。だからね、コンタクトフォーム7っていうのは、本当基本的なプラグインだけっていう形ですので、まあ、それによってね、いろんな、子供のプラグイン、付帯プラグインって言いますかね。そういったものが結構必要になったりするのでね。それがなんとかならないかなっていつも思うぐらいなんですけどもね。はい。で、ここでね、インストールプラグイン終わりましたので、個テーマを作るプラグインをここからアップロードします。で、まあ、何度かやってるんですけども、私がカスタマイズした固テーマのプラグインをインストールしますので、今回はアップロードという形になります。ちょっとね、もう最初から、オーナーページにアクセスさせないスクリプトとかね、そういったものを組んでるもんでですね、まあ、簡単に、ちょっとセキュリティをアップさせるような、固テーマになっております。で、固テーマがここからこう作れるようになるわけですね。プラグインアップロードしますと。で、ここが WordPress ID の方は、あなたのプロフィールっていうところでですね、ユーザーの中にありますから、ここから
ブログ上の表示名を変更してください。ニックネームの登録をね、ちゃんとやると、ブログ上の表示名をね、変更できますのでね。まあ、うちの場合はもう熊八ラボに変更するということで、統一しておりますけども。で、こちらが、ヌードマガジンチャイルドということでですね。ヌードマガジンの固定名。まあ、簡単に、紹介文を書いてですね。これでボタンをクリックすると、固定名が出来上がるわけですよね。で、カスタマイズする前にね、固定名をちゃんと作ってしまうっていうのはですね、親テーマでカスタマイズしてても固定名に引き継がれない場合があるんです。で、そういったもう、二度手間をなくすために固定名を作って固定名からカスタマイズするという方法を私は取ってます。そうしないとね、二度手間、三度手間になりますからね。ね、今こんな感じでね、なってるわけなんですけども、こちら、重要なリンクっていうのは、ヘルプに対してのリンクになってますね。はい。で、まずはね、このデフォルト設定から、見てみようと思いますけれども、これはね、サイト基本情報。ここでロゴを選択できるわけですよね。で、推奨サイズがね、150×150 なんですよね。で、ですね、150×150 であれば、違うのにしようかなと思ったんですけども、ないので、いつもね、サイトアイコンに使ってるんですけど、これを、まあ、そのまんま、サイトアイコンに使っていたやつを、使ってもいいかなと。で、ここは表示しないにして、これも、同じものを、選択という形でですね。ちょっとね、縮小が効かないみたいなんでね、ちょっとロゴを変更したいと思います。はい、適正サイズにね、変更してみたんですけども、まあ、150の正方形角だとね、それなりの、収まり方をするようです。ということでね、これで、更新をかけます。で、あと色ですね。バックは白でいいと思いますけどね。で、背景画像はとりあえずなしでいきます。で、スタティックフロントページっていう部分ですね。まずはね、ちょっと最近の投稿だけでこれいこうかなと思いますね。まあ、スタティックフロントページっていうところがね、基本的にこのホームページ設定と一緒なんじゃないかな。あ、ここはちょっと違いますね。はい。で、全般設定ですね。検索フォームを有効にする。続きを読むテキスト、もっと見る。ね。いや、ここは続きを読むにしようかな。ここを続きを読むに変更しました。で、ホームページ設定の中にスライダー設定とかがありますね。で、ホームページスライダーを有効にする。スライダーの自動移行を有効にする。スライダーのキャプションを有効にする。で、アニメーションをフェードかスライドか、選べるんですね。で、これ、
カテゴリーを選択できますね。で、ちょっとこういうふうに、やってみてですね。ホームページスライダーを有効にしてみましょう。ということでね、スライダーもね、結構ローせず、カテゴリースライダーとして、簡単に、設置ができるようです。ということは、ちゃんと、アイキャッチを、用意して、やってないと、意味がないですよっていうことですね。で、この特殊セクションをね、有効にするっていう部分をですね、カテゴリーを選択っていう形になってますので、どのカテゴリーにしますかっていうところですね。で、ビジネスサイト向きのページをちょっと有効にしてみようかなと。そしたらですね、このように、選択されております。で、トップストーリーセクション。これもね、カテゴリーを選択するようになってますね。で、カテゴリーはですね、e コマースにしてみましょうね。で、カテゴリー選択セクション。1番目、2番目。で、最新のブログカテゴリーを選択。で、ここはカテゴリーが選択されてない場合、最新の投稿が表示されますということでですね。こういう感じでいいんじゃないでしょうかね。これがね、ホームページ設定だったんですけども、パンくずは、これ、有効にしないともったいないですからね。パンくずもね、有効な SEO 対策として。で、ソーシャル設定ですね。ここに、要はアドレスを入れていけばいいわけですね。で、日本ではもう、この OK とか VK とか、エクシングとかね、ほとんど、やってる方いらっしゃらないし、Google プラスはもう終わってますので、ここは空白で開けといていいと思います。はい、ソーシャル設定ね、こうやってアドレスをこう入れとくだけでですね、もうここにずら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 っとこう並んでるんですよね。はい。で、公開済みにしたらですね、次に行って、広告設定ですね。で、ヘッダー広告をアップロード、ヘッダー広告リンクっていう感じでね、有効にするってすると、ヘッダー広告が使えるんですけども、今回は、ちょっとパスします。で、ここでフッターセッティングですね。ここはコピーライトをこうどういう風にするかっていう部分なんですけども。で、メニューですね。で、メニューがですね、こちらこういう風になってて、メインに指定されているので、メニューは OK と。で、ウィジェットですね。右サイドバー。このね、いらないものを削除しておきます。アーカイブも別になくてもいいです。コメントも、なくてもいいです。検索と最近の投稿とカテゴリーだけっていう具合にしてですね。で、フッターはね、3カラムになってるみたいなんですよね。
とまあね、ざっとやってみた感じ、こんな感じなんですけども、ここでちょっとページを確認してみましょう。この形からどういうふうに変わりましたでしょうか。はい、こんな感じでですね、こうなってるわけなんですけども、このやっぱり、なんて言うんですかね、このアイキャッチ画像がこんだけでかいとちょっと大変かなと思いますけどね。はい。ちょっとあんまりうまく動作してないみたいなんですけどね。で、ここに、まあ、メニューが、表示されるようになって、ここに、ソーシャルのリンクがこう入るという形になります。で、ロゴ。で、まあ、ここに広告が来るのかな？まあ、ここだったらね、広告入ってもいいと思うんですけどね。まあ、こういうパターンが入ってですね。あとのやつをなぜ表示されてないのか。これ多分ね、フロントページの設定ができてないんだと思うんですよね。で、そういった場合にね、簡単に、フロントページを設定する方法としましてはですね、ここで、まずですね、新規追加で、タイトル何でもいいんですけどね。で、まあ、アイキャッチ画像をこう。登録してですね。ここはね、英語の方がいいですよ。とりあえずトップページっていうパーマリンクにしてですね、公開します。で、固定ページ一覧で、こちらにブログってあるので、こちらの表示設定でですね、固定ページに変更して、ホームページを、トップページに変更して、投稿ページを、ブログに変更します。で、変更してみたら、どのように変わるでしょうか。はい、スライダー、メニュー、ロゴがあってですね、特集コンテンツ。で、こういった
感じで、こう、出てきますね。で、これはリンクになってるんですね。で、この投稿者がリンクになってる場合は、スタイルシートで消すのが一番手っ取り早くていいです。はい。まあ、この投稿者の代わりにね、ここのところにね、タグを入れてあげてもいいかなとは思いますけどね。はい。まあ、このね、フルードマガジンっていうのは、基本的にですね、まあ、どう言ったらいいんでしょうね。このマガジンを意識して作っているので、どうしてもですね、投稿ページからね、まあ、カテゴリーごとにこう掲載するっていうパターンをこう取ってるようなんですよね。まあ、それでも、まあ悪くないと思いますし、そういった場合にね、作り方を、ちゃんと考えて、やっていった方がいいのかなっていうふうに思いますね。で、まあ、ここに、まあ、広告入れても OK だしっていうところですね。ということでね、今回は、フルードマガジンっていうものを、紹介させていただきました。またね、次のテーマ期待していただければと思います。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。ズームサポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きのラインアットです。ワードプレスの最新情報がわかるラインアット、友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。